タルチシオブルニチは、イタリア、ルーダ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF、SSC ナポリのユース出身。1958年に、ウディネーゼでデビューし、ユベントス、パレルモを経て1962年に、インテルへ加入。エレニオ・エレーラに率いられ、グランデ・インテルと呼ばれた、インテルの一員として、多くのタイトルに恵まれた。インテルでは12年所属し、 467試合に出場した。1974年にナポリへ移籍し、1977年に引退した。イタリア代表としても10年以上にわたって活躍、1968年には UEFA 欧州選手権優勝に貢献した。FIFA ワールドカップにも3度出場し、1970年大会ではブラジル代表に敗れるも準優勝となった。 決勝で対戦したペレは、試合前、彼も他の人と同じく皮と骨でできていると自分に言い聞かせたが、それは間違いだったと語った。引退後、1978年に AAS リボルのカルチョの監督に就任。その後も多くのチームを率いた。ありがとうございます。